歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲバーシモンハゲでございます。バーシモン号の車窓からになるんですが、まあ本館行くまでなんで、まあ5分ぐらいかなというところなんですけれども、で何を話すかと言いますと、パターのシャフトについてですね。まあドライバーであったりフェアウェイウッドであったり、まあまあまあパターとウェッジ以外のクラブだと結構シャフトってこだわってる方というか気にされる方多いかなと思うんですけれども、パターのシャフトって、まあ、最近はなんか2色のやつが出たりとか、まあ、いくらかあるんですけれども、そんなに気にされてる方いないのかなと。特にパターのシャフトの硬さを気にしてる方っていうのはほぼいないんじゃないかなと。でまあなんでこんな話をするかというと、まあ私は普段柔らかいシャフトをパターに入れて使ってます。で先日北海道に行ってきまして、先週の水曜日のラウンドはまだクラブが届いてなかったんですよ。なのでとりあえずあるクラブを使ったんですね。でまああの動画じゃないな、コミュニティの方にアップしたんですけど、あと X にアップしたのか、キャディバッグなしで回ってきたんですね。まあ、パーシモン号の後ろに積んであるクラブと、まあ、クラブ4本持って、で、カートの、あのパター入れるところに突っ込んでね、ラウンドしてきたんですけれども、で、その時に、久しぶりに、まあ、普通のスチールシャフトのパター使ったんですね。硬いシャフトのパター。まあ、これは私が前からずーっと欲しくて、まあ、探してたというか、今回というか運よくピンの長尺パターとセットでね、私が欲しかったやつ、ジョン・バイロンの デールヘッドっていうパターなんですけど、ピンタイプの寸詰まり、ヘッドが寸詰まり、短いんですよ、フェースが、幅が。それをね持ってったんですけど、それが普通のスチールシャフトなんで、まあ硬いわけですよね。まあ、特にまあ問題ないだろうと私は思ってたんですけど、やっぱりね、今まで柔らかいシャフトずっと使ってきてたんで、まあそんな気にはならなかったんですけど、改めて硬いシャフト使うと、あ、こんなに違うのかと。一言で言うと、飛ばなかったです。まあ、私はそのパターでも飛ぶパター、自分ではそんな打ってるつもりないんだけど、よく転がるパターが好きなんですよ。そんなこともあってシャフトを柔らかいのにしたら、それが非常に思惑通りで、それで気に入って使ってるんですけれども、シャフトが硬くなるとやっぱ飛ばなくなると。でそのじゃあシャフトが柔らかくない分、じゃあどこで柔らかさを出さなきゃいけないかというと、やっぱり自分の手首だったり肘だったり、まあ腕ですね、特にその手首肘の関節、特に手首、これをやっぱり柔らかく使っていかないと、あ、弾き悪いし球飛ばないなと。よくね、手首使っちゃダメですよ、手首は固定して、まあ腕は三角形なり五角形なりにして肩のストロークでなんて言うんですけれども、私はそんなこと一切考えてなくて、普段は柔らかいシャフトで、そのシャフトのしなりで打ってるんですね。で今回その硬いシャフトのパター使って飛ばないと。でどうしたらいいんだって素振りでやってて、やっぱりこう手首を逆に柔らかく使ってあげて、シャフトが硬い分自分で柔らかさを出すしかないんだなっていう風に思って、でそれでやったんですよ。まあそれでやっぱり飛ぶようにはなったんですけど、やっぱり距離感だなんだっていうのは難しいと。でその後今度金曜日ですね、まあ、こちらの金曜日のはワイルドダックでラウンドしたんですけど、これもねコミュニティの方にアップしたんですけれども、前半がねなんとね、あれいくつで回ったんだっけ、パワープレー、前半パワープレーで回ったんですね。でそれはねやっぱりもうそのパターの、今まで使ってたパターなんですよ、エースパターン、パターのシャフトの恩恵をものすごく感じることができるラウンドだったんですよ。やっぱこれ大事だなと。ですごいそのシャフトの動き感じて、それで
ラウンドがハーフだけあえて言っておきますけど、ハーフだけできたんですよね。これから動画アップしますけど、なのでね、あんまりここ言う人いないと思うんで、ぜひね皆さんにもね、ちょっとその辺も考えていただきたいなと。でやっぱりゴルフ18ホール少ないスコアで回るためにはパターっていうのはものすごく重要になります。でパターで重要なのはやっぱり距離感なんですよね。もちろん方向性もあるけど距離感一番大事だと私は思ってます。でそして打ち方の面で大事なのはインパクト緩めない、どんな短いショートパットでもちゃんとヒットするっていうのが大事だと思うんですね。でそういうところがねやっぱりねシャフトの硬さ関係してくるなというのをすごくね改めて実感したので、皆さんにもね、知っていただきたいなと思って、ひとまず車窓からということでお話をさせていただきました。ちょっとね皆さんもぜひぜひその辺も気にして、まあちょっと試してみたりとか、なかなか柔らかいショットのパターってヒロタゴルフロジャーキングの販売元にはあったかな、もしかしたらあるかも。うん、まあ、ちょっとぜひね皆さん試せる機会があったら試していただければと思いまして動画にさせていただきました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。バーシモンハゲでした。皆さんのゴルフのお悩みもお待ちしておりますので、お気軽にコメント欄にお書きください。動画で回答させていただきます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。